はい、どうもどうも。お疲れっす。2018年3月の27日、朝の5時17分です。よろしくお願いします。はい、ワトツ。はい、初見さんいらっしゃい。はい、どうも、おはよう。おはようございます。ボクシングルールだったら多分俺が勝つだろうな、クモン。ボクシングルールだったら多分俺勝つと思うよ。キックルールだったら負けるだろうな。多分。こんなもんじゃ。新宿楽しいっつうか、部屋の中に引きこもってるだけだから、楽しいとかあんまないかな。便利かな。蹴り対策なしじゃなくて、ボクシングと、キックボクシングってガードが全然違うのね。高く上げないといけない、ハイキック警戒して。だから、それに慣れてなくて、で、蹴りが重たいからパンチよりも、下がっちゃうんだよ。任せて。任せて。お疲れ様です。クモンキック強いっていうよりも、俺がキックルールに対応できてないね。ボクシングルールの構えだと、キック対策ができてないから、もう癖になっちゃってるから、今やっても勝てないでしょ。ボクシングのうまさとキックボクシングのうまさは全然違うから。オッケー、ありがとう。ジムでボクシング習ってるのにキックできないよ。T シャツはね、明日、そうだな。明日終わって、生活保護完全間に、今日か。え、今日か？もう。え、20、あ、今日だ。今日生活保護完全マニュアルやるから、それが終わってから、1週間ぐらい、企業案件まで1週間ぐらいあるから、その間に作んないとな。いや、どう思ったっていうか、ガード低いなって思ったけど。夕方のね、5時からかな。夕方の5時から。夕方の5時からか。生活保護完全マニュアル。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube いいね、ありがとう。ぜひぜひ、いっぱい押してください。感想、コメント書いてくれると嬉しいです。和道くん、右アッパー最高とかさ、左フックも切れてるねとかさ、和道強いとか、いろいろ感想書いて。バンバン感想書いて。グッドボタン押しまくって。ファンコメント書いて、ファンコメント。
YouTube の人が初見で見た時にこの人人気あるんだっていう雰囲気作って。俺は、どうだろうな。やっぱテルが勝つと思うかな。クモンとはやってないけど、一回だけ生で見てて、テルが勝つだろうね。ありがとう。二回もいいね押してくれてありがとう。みんながいいね押せば押すほど、YouTube の、アルゴリズムで、上の方に行くんで、ぜひどんどん上の方に、ワドを人気者にして、新しい人が見る確率が増えるから。いや、どうだろうね。いや、普通に俺もテルも体力なくなってたから、俺も思ったよ。あ、練習やんないとまずいわって。1ラウンドの半分、2分目ぐらいでもうへばってたからね。テルとやったら、わかんないけど、10回やったら6回勝つんじゃないの。てか、もともと俺がボクシング得意だから、テルは蹴り、パンチ軽くて蹴りで仕留めるタイプだから、もともとが。だから相性ってあるのよ。得意なスタイルっていうか。ボクシングルールだったら、勝つ、バーってやったら、勝つ確率高いと思うけど。でもやっぱり、カウンターとか反射神経いいから、体調とかもあるし、わかんないよね。蓋開けてみないとわかんないよ、格闘技は。辰彦、末頃出るよ。対戦相手、お気の毒だけど、もうキック対策し、相手がね、国体のボクサーなんだよね。国体で勝ってるボクサーだから、相当ボクシング強い。だからボクシング対策でしょ、あれ、ハイキックは。バチンバチン左に入れてきたから、あれはジャブ潰す気満々だね。対策してるね。いや、だから、辰彦の対戦相手が、ボクシングの国体選手で、勝ち上がった人だったはず。めちゃめちゃ強い。俺は KO を狙うよ。もちろん。辰彦もね、強い相手ぶつけられてるからね。かわいそうに。強いやつと弱いやつがやったら面白くないかんね。強いやつ、強いやつ、弱いやつ、弱いやつっていうのが面白い。実力がね、拮抗してる方が面白い。格闘技は。バランス崩れたらすぐ終わっちゃうから。遠藤さんどうなんだろうね、出るのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。弱い同士でも面白いんだよ。喧嘩だから、もうぐちゃぐちゃのファイトになるけど、実力が近いと面白いの。腹減った、ごめんごめん。おはよう。のりこは今いないね。はいはい、いらっしゃい。テルチャンピン負けた。いや、タイムシフト見たらいいじゃん。タイムシフトか YouTube か、どっちか見たら分かるよ。ピーカブースタイルだから、こっからジャブ出すと遠いじゃん。こっからこうやってジャブ出すなら早いじゃん。分かる。だから、この分の距離が遠くなるの分かる。ピーカブーってガード特化型だから、こっからこう振るのは有利なの。こっからこう振るのよりも、こっからこう振るから、フック型なのよ。フックアッパー型なのね。だから、もう、
ストレート系はあんま打たなくなったね。遠いから。海宝太ったね。ドレさん、ガン疑惑だね。鮫島さんの MC、本当に助かりましたね。太ったよね、海宝ね。あれ、膝壊すわ。なんで配信してるの？楽しいから。いやー、秒数は分かんないな。秒数は分かんない。のんちゃんも太ったね。うん、今ダイエット頑張ってるよ。お腹ポンポンだよ。のんちゃんも人生で一番太ってるって言ってる。かわいそうなことしちゃったよ。痩せすぎてたから太らせようと思ったらパンパンになっちゃった、うん、そう、俺が太らせたから俺のせいなんだよね。あんまりにもガリガリだったから、うん、俺と同じ量食ってるもんな。それは太るよな。ねえ、のんちゃん可愛いよね。のんちゃん可愛いさ、キャラクターから来る可愛さだからね。はい、わたつ。キツネっていう機能ですね。キツネ枠です。ありがとうございます。頑張ります。可愛いと思う配信者。顔、顔だけで言うの？あの、なんだっけ、あの、誰だろうな。ミサタンとかミズキちゃんとか可愛いと思う。キツネっていう機能だね。いや、誰だよって言われたもんね。ドレミちゃんはあんまタイプじゃないかな。あ、それそれ、ミサタンとミズキ、そのミズキちゃんね。何、練習会でのんちゃんとリアルに見たの？なんか可愛らしいでしょ、新竹林でのんちゃん、生で見ないと分かんないよね。いや、どうだろうね、男っぽい顔はしてるよね。うん、くっつんで人ね。苦手な配信者いる？いや、別にいない。あ、ことかはまあ美人だよな。まあ、元祖ネットアイドルだからな、あ、そうなんだ。チャリンコで兵庫まで行くんだ。大変だね。どれくらいかかるんだろうね。俺が目指す先、ああ、いや、だから、
今日を楽しむ 今日を楽しむ、最高に楽しむ、いつまでも。これマンダラっていう、その仏教の中でマンダラっていう考え方があるんだけど、要は規模、形を変えないで小さくなっても大きくなっても同じ形をしてるっていう考え方なんだけど、マンダラって絵見たことない？絵画、仏教絵画なんだけど、真ん中にある絵と全体を見た時に全く同じものが描かれてるのね。だから収入が上がったり下がったりとか、閲覧が上がったり下がったりはするのは、俺は外部的要因だって考えてるの。そこはもう神様とかリスナーさんが決めることだから、俺はその自分の描きたい最初の図形、要は毎日を楽しむとか、配信を続けるとか、そういう自分の形っていうのを大事にしてたら、規模がでかくなろうが小さくなろうが考えてないっていう、そういう生き方をしてる。それが俺の目指してるところね。ああ、生放送 YouTube ライブが多分天下取ると前から言ってますね。もう5年前から YouTube ライブが天下取るっていうのは予言してますよ。最終的に YouTube に全部飲み込まれると思うな。生放送の会社は2年前に買ったかんね。うん、今日はもう配信一日中分回すと思う。俺、YouTube ライブベータ版からずっとやってるわ。4年ぐらい前からやってるわ。ずっと追いかけてるよ。興味あるどころじゃなくて、多分一番最初に YouTube ライブやってるぐらいチェックしてるわ。何回もやってるわ。ああ、まあ、そんな感じです。はい。マイウェイですね。はい。和道です。あ、いや、ふわっちが潰れたら考えてるかな。あと、ふわっちの運営さんがダメになったら、YouTube ライブだろうね。今、ふわっち好きだから、ここにいいリスナーさんが集まってるから、今のところはふわっちから移動するつもりはないかな。金づるじゃなくて支援者ね。あ、いやいや、あげるよ、今後。いや、生放送好きだから今集中してるだけで。動画編集する時間ってね、5分の動画作るのに8時間ぐらいかかるんだよ。だから、やってないだけかな。うん。
時間がないんだよ。でもまあ YouTuber 参入しようと思ってるよ。なんか YouTube って5分で手軽でいいなって思ってるけど、そう言ってるやつバカばっかりだよ。めちゃめちゃ時間かかるからね。上げてるよ、スパーリングの動画。いや、上げたら変わるじゃなくて、今 URL 貼ってんじゃん。なんなん、本当に。いいねボタン押してねって書いてあるでしょ。やってるじゃん、スパーの動画。今ね、今来たね、人がいる。ちゃんと編集してるじゃん。見てから言おうよ。YouTube 用にやってるって、俺。編集大変。編集大変ね。こういうことでしょ？短い動画でしょ？ああ、何？でも配信者とのコラボでやっぱ動画撮影あんまり受けないよ。俺は生放送が好きなんだよ。リアリティがあっていいじゃん。ケオしたやつ、そうだね。今どうなったの？ワドが有利なの？まあ左フック綺麗に入ったよね。あと1回でワドが勝ち？これは生放送の素材を編集したの。綺麗に入った。なるほど、そうね。異議申す。気持ちよかったっすね。はい、バッチリ入ったんで。コメント欄見えるの、こういう時いいよね。生放送 YouTube でも分かるっていうのがね、いいよね。 ヘッドギアは俺はつけたくないかな。ただ8オンスとかのグローブでやるんだったらヘッドギアないと危ないと思うけど、16オンスでヘッドギアなんていらないんじゃないの？異議申し立て？はいはい。どうぞ。何？鮫島さんの申し立てって何？いや、辰彦超えてないかな。辰彦ともやったんだけど、実際辰彦の方がボクシングでもうまいと思うよ、余裕で。やった感覚で言ったら、辰彦とボクシングスパーっていうかマススパーやってんだけど、やられてるもんね。実際やってみたら、辰彦の方が強いね、全然。いや、全然。多分ボクシングでも余裕で負けると思うよ。余裕で負けると思うね。辰彦とやったのどこだっけな。ミッド打ちでしょ？見てみようか。あ、これだ。これがそうなんだけど、多分余裕で負けるっつうか、まあ辰彦の方がうまいと思ったけどな。パルパルはパチンコ打ってたね、横浜で。ここにはいない。まあね、1年前と比べたらまあ全然運転の差で強くなってるよね。これはキックつけない、足につけてないでしょ。
それはボクシング。でもあれだよ、教わってる感じだね、うん、だからそう、俺がやりたいスタイル知ってるから辰彦は、うん、そう、うんうん、こういうボディ、左のボディから入るっていう、そうピーカブーでかいくぐってボディボディっていう、そのまあ教わってる感じだよね、俺に合わせてくれてる感じだよね、まあ、これ2割ぐらいじゃん辰彦は。2割っつうかまあ教えてくれてる感じだよね、うん、もっと頭振った方がいいっすとか、うん、まあテルの時は結構本意気で言ったね、うん、うん、こういう軽いマススパーみたいなのはやったけど、ね、まあ辰彦の方が全然うまいでしょ、もっとほら頭振ってくださいって言ってるでしょ、あれは普通に普通のボディだよ。インファイト、これ、そう、こういう今4連打なんだけど、これわかる？左右とか左左とか、そういう、まあデンプシーロールのこれでステップワークするとデンプシーロールってやつなんだけど、左ボディから、そうだね、それもパターンで組み込んでるね、左右ってくるのが通常だから、左左っていうのをやってるね、だからもう左右どっから来るか分かんない感じで、最後フィニッシュブローで隠し球持ってる感じかな。まあこういうのもやったね、コンビネーションね、あのだからポチエムとやった時のこのコンビネーション、かなりあの練習してた成果出たね、あのフィニッシュブローなんかまさにあの狙ってた通りで、フィニッシュブローどこだ、ここ見てると分かるんだけど、あのここ右左アッパーの、これ左も実は入れてんのね、まず右からオーバーハンドで右行くじゃん。で、ここの左をポンって当ててんの、ほら。右左のアッパー。右左アッパーでちゃんと入ってるから、ここはなんか練習の成果出たかなっていう。右左、右左って見せておいて、左を起点に入るんだけど、俺の場合は。左からボーンって行ってるじゃん。これは左のフックのカウンターだけど、まあ綺麗にタイミングよく入って、まあこれはよしとしよう、練習の成果が出てるから。よかったのはね、右左右アッパーがフィニッシュブローになったのは予告。この左フックいいでしょ、悪くないでしょ、あれ、うん、悪くないよ。ここでも一発入れてんだけどね、うん、序盤に左左かな、右左だったかな、まあ左一発当ててんだよね、この後ここか、この次か、ここか、うん、ここ一発当ててんだよね、うん、で右から見せて多分打ってないよほとんど、うん、左で仕留めたんだね、右に合わせて左か、まあガード空いてるとこうなるわな、うん、悪くないよね。で次のダウンが右左右で右のアッパーだね、ね、上手くなったね、ちょっとテクニック、インファイトの技術上がってるよね。まあアウトボクシングできないのがあれなんだけど、
このあと右左右、うん、右左が大体右、うん、これ綺麗だね。左右に振っといてアッパーで思いっきり倒すっていう、これ綺麗だよね、うん、まあセオリーっちゃセオリーだけど、いやテクニックでしょ、うん、いやこれ手応えめちゃめちゃあったよ、超気持ちよかった、がっちり入ったから拳ビリビリしたもん、超気持ちよかった。最後の右はこれかと思ったもん、右左バーンですよ、体もバネ使ったから相当効いたと思うよ、顔吹っ飛んでたもん、そうだね、本番でこれができたら最高だね、うん、本番でこれができたら最高だね。ボディでもうんとね、あれね実はボディアッパーなんだよ、あの直樹兄さんが背高いからボディアッパー、要は溝落ちなのね、ただたまたまフックでダッキングっていうか前にかがんだから、いや顔面入れちゃえと思ってそのまま顔面に持ってった、本当はボディアッパーのコンビネーションなのね、だから本来の直樹兄さん倒すアッパーだったらここまで上げないといけないから、そう、うん、相手弱すぎたね。あとテルチャンピンのが見応えあるんじゃないの、テルと俺のやつは面白かったんじゃない、どうなんだろう、あれが多分一番好評だったと思うけど、これか、うん、スピードバーサスパワーっていうかね、インファイトバーサスアウトファイターですげえ面白かったと思うよ、相手はリスナー、これがテルとやった時だね、ゴシャブ事件で柏木の肩持って、そっから引くに引けなくなって俺のことずっとミュウツーみたいにディスってて、で俺が相手にしなくなって、要は昔はもう店に来たりとかプライベートで遊ぶぐらい仲良かったんだけど、あのゴシャブ事件で和道が嘘ついてるっつって、嘘ついてなかったんだ、引くに引けなくなってアンチ化しちゃう、これね、お互い一発ずつぐらつくシーンがあって、インファイターアウトファイターで面白い構図だよね、スピードのテルとパワーでインファイトの俺っていう、すげえ面白かったもんこれ、テルとやっててパンチのスピードやっぱテルが抜群に速いっていうのと、もう超なんか漫画みたいな構図だよねこれテルとやるのやっぱ楽しいよね、すげえ面白かった、テルリーチっていうかね、腕も長いし踏み込みも速いから、飛んでこの距離が間合いなのありえないでしょ、この距離でテル飛んでくるよ、見てるとわかるけど、リーチも長い上にサッカー仕込みのステップインしてくるから、見ててもな、射程距離だからこの距離で来んのかって、これほら俺全然射程距離じゃないのに飛んでくんの、ほら、だからあのテルがパンチ打ってる時はあの俺何もできてない、あのフック返しても届かないのよ、テルの間合いの異常な、なんつうんだろう、倍ぐらいあるかな、リングの3分の1ぐらいの幅でもう射程圏だね、テルは、だからもっと詰めないといけないんだよね、手がビョンっていうかね、ステップインジャブっていうんだけど、リードジャブっていうのかな、あの踏み込んでくるんだよね、そう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 、だから一応空回りしてんじゃなくて俺が距離潰してんの、序盤はほら空振りするでしょ、ほら俺の距離と全然違うでしょ、だから詰めると俺が有利になるの、だけどテルの距離戦うとフルボッコにされんの俺が、だから詰めてるでしょ、ほらだからこんなところから頭振ってんだよこれなんで頭振ってるかって、もうテルの射程圏だからの、そうセンスは抜群にあるんだよね、だからインファイトになると俺が優勢になるでしょ、
だから超面白いよ。距離取ったらテレの勝ちで、距離潰したら俺の勝ちだから。だから四角い箱の中で鬼ごっこだよこれ。この距離、この距離、ガード上げ、俺がガード上げた距離はテレの射程圏。この距離、ほら。何もできないでしょ、俺。ほら、外れるっしょ。このね、30センチぐらいの距離感ってすごい大事なの。いや、スタミナ俺も切れてたね。まあ、これ3試合目だからね。この後ぐらつくのか俺が。これで、うん、危なかったよこれ。でその後俺のパンチでテルがぐらつく。これだ、これ、これでよろけるね。だからお互いよろけるんだよ。まあ TCP はね喜ぶんだよ、テルくんかっこいいっつって。届かねえなあ。いやだからこれを見てどっちが強いと思うかじゃん、だからお互いそのダウンしてないけど、お互いだから実力同じぐらいなんじゃないの、わかんないけど。どう思った見て、リスナーの方もう一回見たい。はいはい、こっちね。いや判定イーブンだと思うけどな。どうだろう、手数も負けてなかったし、ジャストミートしたの一発だけだから、多分俺の勝ちだと。あーどうだろう、半々ぐらいだと思うけど、うん、聞く、まあ多分イーブンだよねこれ。ダウンないし、お互いぐらついてんのが同じだから、パンチも俺もかわしてるし、手数でも負けてないもん。格闘技始めてから捨て頃1からだからどれくらい、1年ぐらいじゃん。素人同士の方が素人同士のバチバチぶん殴り合ったら面白いけどね。ありだと思うけど。いや体重上げないといけないんだよね、相手が重たいから。この右はすっげえ気持ちよかったわ。右アッパーすっげえ最高だった。手しびれたもん。手応えありだよね。当たった瞬間に、あ、これ立てねえわって分かったもん。まあ、立ったけど、これダウン取ったって、もう分かった。そうだね、相手の情報ないからね。うん。右だってフィニッシュブローだもん、うん、右で仕留めに行ってるブローだから。でも左でねうまくパンってフック入ったよね。あれだから、あれこれ倒れるのと思ったけど、動画で見てみると思いっきり入ってんだよね。だからドレさんに言われて、いやお前のパンチ力なら普通にそのフォームきれいにスコンってタイミング合えば倒れるよって言ってた。意味が分かった。これで倒れんのと思ったもん。でも首触れてるんだよね、首スパンと。あ、ゆいがさんどうもどうも、うん、だからゆいがさんを本当はゲストにこれ呼んだんですよ。ゆいがさん誘ったじゃないですか、格闘技会。これっすよ、このイベントっす。で鮫島さん
もうゆいが呼ぼうよって言って、リスナーさんは13人ぐらい集まったかな、うん、ドレさんは俺の格闘技のコーチだね。来月もやるんですけど、ゆいがさん来てもらえないですか、どうすか。いや、パイセンたまにコメント書いてくれるよ。あ、忙しいっすか。残念っすね。テレのやつもう一回見よう。達彦にはしばき回されたかんな、4回ダウン取られたかんな。達彦強すぎるよ。ガンの疑惑ね、ドレさん、ガンの疑惑で検査が月末に発表だから、もうそろそろ出んじゃないの、検査結果。本気だったね。7割ぐらいでつったけど、お互い本気になっちゃったよね。やっぱ悔しいじゃん、負けっぱなし、うん、いや、これ右も左ももうぶん回しにいってますよ。両方とも全力でいってますよ、うん、乾杯。 KB 朝から飲んでんの。変則的なファイターだよな、本当に。見た目だけかな。いや、お互い力入りますよ、やっぱり。ぐらついた。左ストレートにやられた。このあと右オーバーハンドブローで返すよ。ここバーンって効いてるでしょ。そうっすね、左足が前に出てるんで、はい、青山のあの親友は強すぎ、あれどうしようもなく強すぎ、話にならないぐらい強い。あれはもう格闘技ずっとやってるから、あんな勝てない。達彦と俺のはもうギャグだよ、実力差がありすぎて笑うよ、こんなの。パンチ力はまあ褒められますね、プロに褒められたぐらいパンチ重いんで、結構自信ありますね。化けるだろうね。ドレさんはプロいけるって言ってたよ、3年でプロいけるって言ってた。いや、っていうか強すぎ、達彦は。見たらわかるよ、何発打っても効かねえんだもん。ハイキックで仕留められたでしょ、1回目のダウン。こんなん TKO でしょ、本番の試合だったら。いや、遊ばれるでしょそりゃ。2回目。金人はね、国体選手3回目。まあこれはスリップだけど、もうここで折れてたね、気持ちは。1分でこんだけ倒されてんのも。カステネは思いっきり入ってるわ。よく見ろや。にわかかよ。達彦とやったら瞬殺されるぞお前なんか。はい、思いっきり入ってんじゃん。どこがかすってるパンチなんだよ、思いっきり入ってんじゃん。
ね、これでも龍彦はこれだけやってくれるぐらい、まあなったってことでしょ。昔の龍彦だったら絶対手加減してたじゃん。バチバチ来てくれるようになったから、まあ、ある程度技術ついたってことでしょ。楽しかったな。気持ちだけは強い。踏み込むの怖いよ。怖いけど踏み込まなかったら倒せないかんね。怖いよ。未だに怖いよ、やっぱ。でも、やるしかないじゃん。これはボクシングの方だね。キックじゃなくてボクシングの方だ。鮫島さん、いや、お願いしたんだよ、俺が。ガードがなかったらハイキックおもろに入っちゃいますからね。いや、俺太っちゃったんだよね。1ヶ月練習サボってるから。もっと絞れてたんだけど。太った。77キロぐらいあると思うよ。ありがとうございます。まあキックだと全然もうあれだけど、ボクシングだったらまあまあいいんじゃん。形になってきたんじゃないの、ようやく。で体重シフトウェイとしてその反動で打つっていうフックだからいいと思います。あとはスタミナっすね。スタミナだな。スタミナとコンビネーションパターン増やすっていう。そうだね。練習の成果がだんだん出てきたね。篤彦は強い。あれかなわんわ。 そうだね。5キロをね、今35分ぐらいかな。一番最初は40分かかってるの。32分ぐらいで走ってるかな、今。それくらいのペース。5キロね。おはようございます。おはよう。踏み込みは別に早いと思うよ。フットワーク使えないだけで、俺は。インファイトはできてたと思うけど、テルのスピードでついていけてるんだから悪くないと思うけどね。直樹兄さんの方が絶対遅いから。龍彦はね、大木っていうか、もう芯がぶれない。
達彦には勝てねえな。達彦からダウン取るような人はあの捨て頃であの無敗できるよ、無双できるよ。あんだけ強くてね、やばいよな。ありがとう、アイテムありがとう。42号さんハートありがとう。やってみたらいいよ、めちゃめちゃ強えよ、うん、やってみたらいいよ、強いよ、うん、めちゃくちゃ強いね。達彦のこと弱いっていうやついないんじゃないの。俺はあんまりだから、うん、過疎だろうが面白い人が好きで、うん、過疎でも面白い人いると思うよ。全然なんか大手とか過疎とかどうでもいいかな。面白いやつは面白い、つまんないやつはつまんない。評価が遅れてるだけとかいっぱいいるじゃん。なんか数字とか達彦とやりたいの勇気あるな。おすすめしねえわ、めちゃめちゃ強いよ。マッハ道場はすごいって。もう特に今マッハさんがあの道場出て、マッハさんもトレーニングやってるけど、バケモーだって言ってた。やっぱ世界取る人はもうレベルが違うらしい。あ、マッハさんにすげえしごかれてるみたいだよ。なんか最近もうマッハさんが気合い入れて道場入ってるって。ステゴロ3でテル VS ワド、いやキックボクシングルールだったら俺負けるよ、うん、ボクシングルールだったら勝つと思うよ。キックじゃ無理、俺がキックボクシング苦手すぎる。マッハさん直々に最近教わってるって。26号さんじゃ自信あるんだ、すげえな。バケモンっすよ。いや俺はやりたくないっすね。本気の達彦なんか想像もしたくないっすよ。未だにここ痛いっすもん、ここ、ここと左肩、ここ、もうガンガン打たれたんでやりたくないっすね、正直。あのスパーリングパートナーも務まらない、サンドバッグになってるのが限界だった。もうこうやって人間動くサンドバッグっすよ、ただどんだけ打っても効かねえんだもん。だってケガしますよ、ケガ、あのあれは頭ガンガンしたいです。あーまあ面白いかもしれないですね、うん、ヒジヒジ入れろやっつってたもんね。あれ爆笑だよね、俺も何回見ても笑うもん。殺せ殺せっつって、踏みつけろやとか言って、あれ最高に笑うよね。柄悪るとか本当に柄悪かったもんね、うん、あれ面白いよね。その元ネタ知ってる？みんな達彦の柄の悪さ、すげえ温厚な性格なのに達彦普段おとなしいじゃん。あの地下角でセコンドやった時の達彦はすごいよ、見る動画、マジで柄悪いから。あれ残ってんのかな、どれだ、残ってないか、見たい。いやあんまりの達彦のキャラの変貌にみんなびっくりすると思うよ。ワイヤーでのが面白いか。ワイヤーで、ワイヤーでって試合いつだったっけ。ワイヤーで、ワイヤーで、多分ワイヤーでの方が面白いと思うんだよね。あれワイヤーでの試合がないな、あれいつやったっけ、最近だよね。あれタイトル変わったねえな。あ、これだ、いくよ。あんまりにも柄悪いからみんな引かないでよ、本当に柄悪いから。これワイヤーでってリスナーさんなんだけど、うちでもよくコメント書いてるでしょ。
だって、ね、一緒に入場までは、うん、試合始まるんだけどすごいよ。痛い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 始まるじゃん。これワイヤーでね。でセコンドが立つ人ね。いける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 。練習全然分かってる勝てる。まだ普通じゃん。ちょっと飛ばすよ飛ばすよ。え、和田さんじゃない？レフェリー和田レフェリーじゃんこれ。和田さんでしょ多分。もう和田レフェリー懐かしい。足痛いわ、こけたとこ。なんでこけたの？出さない。肌レフェリーだ。足場がちょっと、めっちゃ足で折れたかも。痛い。セゴロ2、セゴロ2も和田レフェリーだよ。どこにでもいる。またお前かって感じだよ。やるってない、やるってない。こっからだね。地下格闘技。やばいでしょ、柄悪いでしょ。柄話すな話すな話すな、絶対話すな。おっしゃいけいけ話すな。おっしゃ肘肘いけ肘じゃ肘いけ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 いけいけいけ。今日だって大阪だもん。おしゃしまいだろよ、いけいったろ。相手をかばかこれ、どつきあい、どつきあい、どつきあい。そこへ殴れ殴れ殴れ、そうや、みんな、そう、上取れ。マウントられた、すごいよね。達彦人が変わってるんだよ。離れよ。あ、そうなんだ。今自分からや、攻めろ、殴れ殴れ。関西弁怖っ。ストレートストレート、左ストレート行け。そう、そう、膝バックドレバックドレ、そう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 。離したよ、離した離した。すげえな。大阪のノリ怖っ。いけ、もう一回殴れ殴れ、いけいけいけ、もう一回いけ、もう一回パンチパンチ、ストレート、肘いけ肘。いや俺死んでたろうね多分。殴れ殴れ肘肘、そう、おい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 、いけいけいけ。そう、バブー達彦だよこれ。声出してんのがね、セコンドがだよ。喋ってんのが達彦ね。頑張れ頑張れ。地下角ってこんな感じだからね。殴り合い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 。離すなよ、絶対離すな、絶対離すな、絶対離すな。よしよし、おっておって、肘頭突き頭突き頭突きしろ。ワイレワイレ頭突き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 行ったれ。中途半端距離取んなよ。10秒、いけるいける、勝てる勝てる、いけ、ストレート、そこや、そう。これでワイヤーで勝った、ワイヤーでが勝った、おめでとうワイヤーで。まあセコンド、世界一柄の悪いセコンドいつもはトイレでひそひそ話してる達彦だからね。こんな達彦見れないよ、なかなか。アドレナリン全開、あのピンクのグローブの人だよ、昨日の、昨日つうか、あの格闘技イベントでピンクのグローブの人いたでしょ。関西弁俺も苦手だわ、怖い、本当に怖い、すげえよな、笑うよなこんなの。捨て頃じゃないっすね今のは。
地下格闘技ですね。喧嘩とはまた別なんじゃないの。喧嘩はダメよ。あ、筋肉痛。あ、そうなんだ。同い年なんだ。30歳かな。今自分の試合だけ生放送せずに勝ってから後で受枠で放送してた。まあアメリカ人プライド高いじゃん、うん、あの負けた試合とか流したくないタイプでしょ、タイプ的に。かっこつけたがりいいじゃん。俺は負けた試合の方が勉強になると思うからガンガン流すけど。ああ、行ってらっしゃい。13号さん行ってらっしゃい。うん。負けた、俺なんか負けた試合何個も出してるもんね。あの、ドレさんに縛かれて泣いてるのとかも全部出してるよ。いじられてなんぼっしょ。多分なんだけど、ドレさんと達彦同じぐらいの強さだよ。多分どっちが勝つか俺分かんないもん。多分同じぐらいの強さだよ。だから26号さん達彦とやりたいっていうのは、俺ドレさんとやりたいとイコールぐらいだと思う。正直それぐらい強いよ。どっちが勝つか分かんない俺は。だから26号さん達彦とやってみたいって言ったけど、マジかって感じだね。正気かよっていう。うん、いや強いっすよ。手合わせた感覚で両方とも手抜いてくれてるけど同じぐらいだと思う。ドレさんと達彦がやってんの見たことある？ドレさんと達彦がやってんの見せようか。じゃあ、あの一回手合わせしてるよ。何回か手合わせしてるけど達彦引け取ってないよ。見る？見たい？だから俺は、だから26号さん勇気あるって言ったのそこなんだけど、マジで言ってんの？みたいな。いや、見ます？あ、了解です。ちょっと待って。ちょっと待って。知らないで言ってんのか。それだったらわかるわ。知らなかったのか、達彦の強さ。ね、キックルー。ちょっと待ってね。行こう。ね、キックル。僕練習やりました。はいはいはい。集中。どうだおじさん。下に下がる。集中して。はい、ストップストップストップ。一回ストップ。はい、中央中央。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？行こう。おい、行こう。はい。おい、行こう。ガムしっかりしよう。ガムしっかりしよう。
ナイスオーケー、ブレイク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 こんな思いっきりやってるブレイク、おいちょっと、これちょっとおいもっと軽くだぞ、はい、ここは今だぞ、はい、そう、いろいろですね、はい、どうしたもうやってやったらやっていいですかね、はい、でもここから持ってくれ、はい、行こう、そう今みんなと同じ感じ、行こう、みんなと同じ感じはい、そう顔しかして、顔しかしてもうちょい向いてこいよ、お前そんな試合じゃないんだから試合じゃないぞ、試合じゃないんだぞ試合じゃないんだから音えぐいよね試合じゃないんだぞ、試合じゃないんだぞ試合じゃないんだぞナイス40秒、40秒いや、重いよストップ、ストップ、ストップ、ブレイク、ブレイク、ストップ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 、これでも辰彦とやりたいこれでも辰彦とやりたいんだったら相当自信ある人だなって思う俺はやりたくない俺は瞬殺される気しかされない、うん、はいいらっしゃい55さんこれでもまだやりたい26号さん何回も見てる頭ガンガンすんな言って俺はちなみに辰彦に蹴られたり殴られたりして今頭痛いよ、うん、俺はあんまり辰彦とかドレさんとやるっていうのはおすすめしないですねケガする足直ったらどうなるんだろうね本気の蹴り想像もしたくないよ頭マジで痛えなおはようございます。おはよう。おはよう。もう朝か。空気入れ替えよう。ドレさん、手術なんかしない？どこ情報それ。空気の入れ替えじゃ朝の。俺が知ってる限りドレさんが手術するっていうのは聞いたことないけど。なんかあった？聞いたことないね。おはよう。おはようございます。もう俺は筋肉痛とさ、はい、グッモーニング。筋肉痛と打たれてる、その体の節々と頭が痛い頭痛が。
でもこんなん続けてたら頭おかしくなるよ。脳みそがバカになるよ。いやだから光くんとやる予定だったんだけど、どうだろうな、光くんとボクシング。光くん多分キックを教わってるから俺の方が有利なんじゃないかな。今ね、目ね、あれだからレーシックだから。でも光くんめちゃめちゃ強いよ。どうなんだろうね、体力では勝てないかんね。パワーとスピードと技術で勝つしかないよ。池上さん、え、何の話？池上どっから出てきたの？いや、池上さんって言われてもね、池上がどっから出てきたの？のんちゃん来ないんじゃない？わかんない。いつもフラーってくるから。
あ、俺マザコンかもしれないよね。練習会盛り上がったよ。1300人アクティブ。鮫島さんのおかげっすね。テルと達彦と鮫島さんのおかげっすね。超盛り上がった。1300人すごくない？バカありがとね。最高だったよ。試合も勝たせていただきました。ありがとうございます。練習の成果が出ました。これであれじゃん、なんか俺もやらせろっていう人も減るんじゃないの。1300人すごいよね。なかなかの快挙だよ。楽しかった。また来月やろうかな、あそこで。もう最近ひどいよ。もう赤字続きだよ。花火師さんいなくなっちゃったよ。ビジュアル系嫌いですね僕。もう3日連続今日も赤字だよ。つらたんだよ、つらたん。マジか、いいじゃん。ステゴロはね、6月の25だっけ。ステゴロ多分6月の25だと思う。来月、あ、来る？うん、来て来て。うん。いつになるか分かんないけど。ぜひぜひ。生で見たら全然違うよ。迫力あるよ。
血毛剛毛だよ俺。血毛剛毛。ジャンゴーだよ、ジャンゴー。いや、相手方の情報皆無だね。対戦相手誰って言われてる状況。練習配信すら見たことないね。大丈夫かね。めちゃめちゃ強かったら笑うよね、これで。愛してます。ありがとうございます。え、それ花火何発分愛してんの？花火何発分か、ちょっと数値化してもらってもいいですか？俺マッハ道場じゃないよ。0発分なんだ。趣味っていうか仕事かな。ひどい怪我させるよ格闘技ってそういうもんだから、うん、いいんじゃないの別に。負けるか勝つか、応援する気のない人のためにやってないから。ワド夢に出てきた。おはよう。ボクサーじゃないよ、配信家。職業は配信家。何、俺が62号さんを愛してくれたら1位なの地下格闘技は例えばアウトサイダーとかいろんなのがあるから、地下格闘技で検索してサイトとかで申し込むんだよ。電話で出たいです、体重何キロです。でお金だいたい1万円ぐらい払うんじゃないの。お金払うと出れるって感じ。お金払うかチケット何十枚か売るかって。まあ無料のところもあるかもしれないし。そうだね、1月2月ジム通ったけど、まあ本番1ヶ月前じゃ、いや何にもなんないよ。そうだね、本番の試合はだからさっきの見せたリスナーさんとの試合、リスナーさんとテルとしかやってないね本番は、うん、ギック痛いよ。16オンスだねパンチは。痛いよ。次の日もだから今頭痛が半端じゃないでしょ。おでこパンパンに腫れてるよ、うん、達彦に蹴られてここもうなんか肩パン食らったみたいになってるし。肩パンより痛いね蹴りだから。アドレナリン切れて次の日もう頭ガンガン、体中痛い。次は直樹兄さんっていう人、無名の人。練習してないっつって熱は出なかったけど、リンパがこんなコブみたいな塊がここにできて
シャワー浴びて首ストレッチャー取るだけど、リンパが詰まってで喉がガラガラ今。これシャネルだね、香水は。うん、頑張ります。65号さんありがとう。勝ったらメダルと賞金がもらえますね。あとは名誉かな。だから今もここが筋肉痛だね。ここの筋肉意味が分かんないでしょ。ここ筋肉痛になったことある？ここ親指のこの肉。うん、満足なのつうか、いや無名だからボコしちゃえばいいじゃん。練習しない相手だったら恥かかせてやろうと思ってるよ。優しそうな人、うん、そう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 、大人っぽい。シャネルの6番だね。いや直樹兄さん誰って言われてる時点で無名でしょ。俺からしたら無名だわ。話題に上がってないもん。無名だよ無名。いや生まれた時からだね。直樹兄さん知ってるっていう人手上げ、知らない人手下げ、知ってる人手上げで。多分知ってる？45号さん多分知らない人が多いと思う。無名無名だ無名。ニコ生の運営だった人ね、もともと。あ、知ってる人多いんだ結構。うん、あ、つまらないことで有名なんだ。あ、みんな知ってるんだ、俺知らなかったな。じゃあ次枠通常枠やります。ありがとうございました。じゃあ皆さんお疲れ様です。